まあ平らになるってこ,とでしょう、ね、こっちではお金が欲しいっていう人がいて、こっちでは悩みを解決するためにはお金を払ってもいいっていう人がいて、これが一致して両方ともお金を手にする。悩みがなくなる。で、何らかのサービスや情報提供をする。で、こちらの方はお金を払う。両方ともなんか、まさに良かった良かった。まあ、ウィンウィンっていう言い方になるのかもしれませんけど、両方良かったねってなると。で、その姿を見てて、 世の中もあ世の中から悩みが2人の悩みが同時に消えたよかったよかったプラスですねその状態を見ていてあお金があったら悩みは消えるんだもしくは人のために何かをして悩みを消したらお金がもらえるんだっていうのも社会に伝わるからみんながよくなる社会がよくなるってことで全部がねこう平らになるんじゃないかなと思うんですよでも資本主義経済の世の中にはなぜかですねお金ががすごくまる人がいるんですよで片っぽではお金があんまりたまらない人がいるんですよ これは平らなのかなって考えてみるとある意味では平等かもしれませんよね。というのがお金がいっぱい貯まる人ってたくさんの人にお金を払っていただいたことなんですよね。たくさんの人にお金をお支払いいただいたってことはたくさんの人に対して納得して悩みを解決してお金をもらったという現象にもとらえられます。じゃあお金がない人は人の問題を解決したことがないのかって言われたらそんなことはないと思うんですよ。ただですね お金をもらいながら人の問題を解決しましたかっていうこととか、これだからビジネスの欠如かもしれませんですね。あとは、お金をたくさんもらえるほどに、そこまで深いものとかは、まだ解決してないのかもしれないなっていうことでうーん、こう考えてみたら、まっ平らで考えてみたら、やった人ほどお金が貯まって、やってなければお金はないままでとも言えますよね。で、お金がないことが悩みになるんだけども、その悩みを消すために、 例えばね、お金を稼ぐ方法をサービスとして受け取るってことがなかなかうまくいかなかったりあとはそもそもお金を払ってお金の問題を消そうという発想がなかったりねで振り返ってみれば私もお金がないということもまあ要素の一つとしてあったんでお金を手に入れる方法を買ってみたってことですねでその中でねすごくわかりやすい言葉があったんですけども10万円儲かる方法があったらその方法を2万円で買うでしょっていうことなんですよ じじゃゃ差額の8万も儲かか。るわけじゃないですか <laughs> で、すまさに情報ととか知恵っていうのは何回も使えるってところがミソですよね。私はセルフバックの方法で2万円売り上げを上げる方法を1回2万円で何百人もの方にずっと売ってきたってことが最初の売り上げの基礎になりましたからね、うん、まあ平らに捉えることで物事は平らにできるのかなと思いますしまああのその辺ができなかったらちょっと、ね、いろんな意味で傾いてくるのかなと思っちゃいましたねまさに。 家計が傾いて会社の経営が傾いているそんなことありませんか